マジ島の超改造計画が立ち上がっているみたいだね。レイブーも SGLBA 転先としての計画らしいな。経由施設や仮設桟橋などの設備を整えていくみたいだぜ。滑走路や駐機場、燃料施設があれば、マゲ島は一気に月と呼べるものになりそうなんだって。これはもう超改造計画って言っても過言じゃないよね。もちろん、いろいろと問題点があるからな。その辺を一つ一つ解決していけば、実現可能なものだろうぜ。そうだね。今回は、そんな鹿児島県にあるマゲ島の米空母艦載機離着陸訓練の必要な訓練基地建設計画を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。長期にわたる計画とはいえ、地元の反対も強く、思ったより話が進まない実情はあるんだけど、防衛省をはじめとした関係機関は、どのように考えているんだろうね。マゲ島に訓練施設を整備する計画について、防衛省は次のようにその異議を唱えているよ。我が国を取り巻く安全保障環境は格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増しており、我が国の周辺には、質量に優れた軍事力を有する国家が集中し、軍事活動の活発化の傾向が顕著となっている。名指しを避けたものの、中国やロシアを念頭に入れていることがありありの文章になっていることがわかるよね。こうした諸外国から国土を防衛するためにより特化した訓練の必要性を考慮した上で、我が国島嶼部に対する攻撃への対処などのため南西地域に自衛隊の活動拠点を整備することを要望しているんだ。マゲ島が属する南西諸島は南北に長大であるものの、領土を防衛するために欠かせない自衛隊の施設は限られており、配備拠点が乏しい空白地域になっているよ。これは自衛隊もそれを認めており、南西諸島における研究技の活動拠点や、兵装の訓練拠点が必要となっていることから、今回の訓練基地整備に取り組むこととしているみたいだな。ことの発端は、2021年12月24日に政府において閣議決定された2022年度防衛予算からだね。この予算において、馬毛島での自衛隊基地建設に3182億9000万円の予算が盛り込まれたんだ。主な用途として、滑走路や駐機場の造成と関連施設建設に充てられることが決まり、同日中に西之表市、中種町、南種町に職員を派遣して予算内容について説明を行ったとのことだよ。今回整備される主な施設としては、攻撃資材運搬や補給などを実施する船舶のための仮設桟橋や停留施設の建設と、滑走路と駐機場などの造成、さらには管制塔や通信関連施設の設置を行うこととされており、2022年度中には予算のうち548億9400万円が支払われるとされているぜ。なお、この自衛隊基地は、アメリカ空母に搭載されている艦載機の離着陸訓練 SGLB も実施される予定で、現在遠方の硫黄島で行われている SGLB が近隣で実施可能となることからアメリカ海軍も期待しており、一説にはアメリカの圧力があったゆえの基地建設ではなかったのかとも言われているな。艦載機といえば、自衛隊においても空母としての改修が進められている。出雲型護衛艦には艦載機として F-35B ライトニング2が採用予定であり、これらの FCLP にも当然馬毛島は使用される予定となっているんだ。ここで気になるのは、基地を受け入れることになる周辺自治体の意向だよね。そうだね。西之表市の八坂俊介市長は、施設整備による環境アセスメント環境影響評価が進行している最中であることから、防衛省の動きは性急すぎるとして地元の理解が得られるまで予算執行を行うべきではないとコメントを出しているよ。市長の発言に対して、岸防衛大臣は環境アセスメントが継続していることを認めた上で、中国、ロシア、北朝鮮によって日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを指摘し、馬毛島への基地建設を早急に行い、一日も早く運用したい旨を明らかにしているんだ。また基地大臣は、アセスメント手続き完了を見越して、完了後速やかに攻撃に着手することができるよう、2022年度防衛予算に経費を計上したことも明らかにしたぜ。防衛省内の動きとしては、大臣の猛烈な催促はあるものの、馬毛島内での攻撃着手はアセスの手続き終了後とする姿勢を明らかにしており、環境に影響を与えない範囲で準備的な攻撃は進めていきたいと説明しているようだな。実際の攻撃は、環境アセスメント終了後4年以内の完成を目指しているみたいだぜ。一方で、西之表市長が基地建設に反対の立場を取っている意向に対して、地元町民やインターネット上では批判する声が相次いでいるんだよね。2021年11月に行われた衆議院議員選挙では、種ヶ島を含む鹿児島4区で、基
地建設を推進する自民党の森山裕氏が基地建設反対を掲げた野党候補に対して圧勝し、国会においては基地建設推進派が優位に立っているよ。その一方、西之表市議会では賛否意見が拮抗しているとされ、議員同士が意向を明らかにしない様子見の状況ともなっている中、隣接している種ヶ島島内の2町は基地建設を容認している状況だな。もともと西之表市は馬毛島への自衛隊基地建設計画が持ち上がってから反対の姿勢を継続しており、2007年には西之表市を中心とする種ヶ島の1市2町で、米軍空母艦載機離着陸訓練施設馬毛島問題対策協議会が立ち上げられており、地域における反対姿勢をアピールしていたんだ。その後、基地建設に理解を示し賛成に転じた中種町と南種町が同協議会を離脱したことから、2018年にはこの協議会は解散、よって地元自治体は基地建設に対して容認との流れとなっていると思われるよ。防衛省の2022年度予算案には、アメリカ軍の基地移転や、馬毛島の例に当たるような事例に対して、米軍再編交付金が含まれているんだ。これはいわば迷惑料みたいなもので、2022年度には総額41億円が盛り込まれていて、特に馬毛島基地関連では種ヶ島の1市2町に対して一括して交付する方針としているぜ。この一括交付というのがミソで、地域が歩調を合わせて協力しないとお金は出さないと言っているわけで、西之表市とその他2町を分断する意図が見受けられるな。こういう時に声が大きくなるのは左翼系メディアだよね。現状で左翼系メディアは、西之表市長を支持しており、環境アセスメント前の建設工事予算組み込みを批判する論調だけど、中国による台湾や尖閣諸島への軍事圧力についてはほとんど触れておらず、一方的かつ感情的に国民感情を煽る偏向報道となっているんだ。実際に暮らしている地域住民の声を拾ってみると、種ヶ島島内では馬毛島基地建設に伴う交付金や経済の活性化に期待する声が多く、基地の完成後には基地関係者の家族の転入による人口増が見込まれることもあり、地域の発展に大きなチャンスとなるのではないかと期待している人も多いみたいだよ。こういう時、左翼系メディアが島民を代表するかのように批判を展開しているのも事実だけど、実際の住民の声とは乖離していることもあり、情報を受け取る我々の側も、しっかりとその情報の真贋を見極めないといけないんじゃないかな。特に、左翼メディアや地元市民団体を名乗る活動家が発するコメントに多いのは、軍事基地があると攻撃される戦争に巻き込まれ大切な家族を失うなどだけど、正直言ってありきたりと言っても過言じゃないよね。地元住民が戦争に巻き込まれることへの恐怖を煽る上等手段でもあるが、令和の世の中までそれが通用すると考えているのは、少々甘いと言えるだろうな。危機感がなさすぎるのも考えものだけど、危険視しすぎるのも、物事が進まなくなるもんね。馬毛島に大木に関与するであろうアメリカの動きも気になるところだよね。先日、アメリカ軍と自衛隊は台湾有事の際に共同作戦を展開することについての報道があったんだ。これは、中国が台湾侵攻を企画して、中国艦隊が東シナ海やフィリピン海に進出してきた場合、対抗することを明らかにしたものだよ。アメリカ海兵隊の新しい作戦構想遠征前方基地作戦 EABO は、まさにその対抗計画を意味しているんだ。具体的には、速やかにアメリカ海兵隊が南西諸島に展開し、高機動ロケット砲システムハイマース地対艦ミサイルによって中国艦隊を牽制することで、アメリカ海軍第7艦隊と海上自衛隊護衛艦の作戦行動をサポートすることがこの計画の柱になっているね。こんなことを聞けば、すぐに反応する正義家も多いんだよな。実際、玉城デニー沖縄県知事が早速、防衛省を訪れ台湾有事によって沖縄が再び攻撃されることがあってはならないと話しているぜ。敵の敵を置くことで攻撃に巻き込まれるというとばっちり的な被害は受けたくない、と言っているようなものだが、これは基地があると攻撃され、戦争に巻き込まれるという、左翼の上等区であると言えるな。南西諸島に軍事基地がなければ中国軍の攻撃はないとは、言葉のニュアンスとしては心地よいものだが、これには中国に占領されて虐げられることへの不安が一切無視されているよな。確かに、沖縄に対する基地負担などの軽減は、日本政府としても積極的に取り組む必要があるんだけど、沖縄自身が日本の国土防衛のための重要拠点であることは、沖縄県民にもぜひ理解していただきたい部分なんだ。かつての戦争も、アメリカが日本本土攻撃のため、
シーレーン途絶のために沖縄の占領が必要であったと判断して侵攻を受けたものだけど、その規制はあの戦争以来変わることがないんだよね。ただし、敵はアメリカではなく中国になり変わっただけだよ。中国にとっては、中国海軍が外洋に進出する際の下の位置にある沖縄本島や南西諸島は、必ず押さえておかなくてはならない最重要拠点だから、中国の嫌がる場所について、日本やアメリカが総力を挙げて確保しようとするのは、当然のことと言えるな。戦争に巻き込まれなかったけど、中国に占領されてしまった沖縄をイメージしてみると、今日本が何をなすべきかが見えてくるよね。占領されてしまえば、沖縄県人はすべて中国人とされ、日本語を話すことを禁じられ、言論統制を受け、今まで以上に軍事基地化が進むことで、国家による支配が強まることが予想されるよ。沖縄県人が、中国軍にどれほど虐げられようとも、言論を封じられ、おとなしく中国人として生きていくしか道はない。そんな未来が来ることを避けるために、今なすべきことをしっかりとなすべきだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。